浅めに座ってもらった状態で上半身だけ背もたれをつかむようにねじってもらう。でねじってもらう、その時に最大限後ろを向いて背もたれを引っ張ってもらうような形になれば背骨を大きくねじることができる。で反対側もまたやっていきます。左手で背もたれをつかむ、右手で背もたれをつかむ、そのまま後ろを向く。ゆっくりこれで深呼吸をしてもらいます。吸って背中が丸まってるとその可動域が出なくなってくるんですね。なのでその可動域を作ってあげれば猫背の改善にもつながりやすい形になります。左右両方柔らかくなってグッと筋肉使えれば胸が張れる形になるので、このストレッチをぜひやっていただきたい。